そうなの。父と子と聖霊の御名によってアーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。今日のミサの御子はいろんな人の病気から回復のためにこのミサを一緒に捧げましょう。皆さん、私たちの罪を思い、感謝の祭儀を祝う前に心を改めましょう。打ち砕かれた心を癒すために使わされた主よ、憐れみにたまえ。罪人を招くために来られたキリスト、憐れみにたまえ。父の右の座にあって私たちのために取りなしてくださる主よ、憐れみにたまえ。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りますよ。全の永遠の神よ、あなたの恵みは限りなく、人の思いをはるかに超えて世界の上に注がれます。私たちを罪の重荷から解放し、誠の自由に導いてください。聖霊の交わりの中で、あなたと共に悠々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。第一朗読、ヨシュア記。その日、主はヨシュアに言われた。今日から全イスラエルの見ている前であなたを大いなるものにする。そして私がモーセと共にいたように、あなたと共にいることを全てのものに知らせる。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに、ヨルダン川の水際に着いたらヨルダン川の中に立ち止まれと命じなさい。ヨシアはイスラエルの人々に、ここに来てあなたたちの神主の言葉を聞けと命じ、こう言った。生ける神があなたたちの間におられて、カナン人、ヘト人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、アモリ人、エブス人をあなたたちの前から完全に追い払ってくださることは次のことでわかる。見よ、全地の主の契約の箱があなたたちの先に立ってヨルダン川を渡っていく。今イスラエルの各部族から一人ずつ計12人を選び出せ。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足がヨルダン川の水に入ると、川上から流れてくる水がせき止められ、ヨルダン川の水は壁のように立つであろう。ヨルダン川を渡るため民が天幕を後にした時、契約の箱を担いだ祭司たちは民の先頭に立ち、ヨルダン川に達した。春の刈り入れの時期で、ヨルダン川の水は包みを越えんばかりに満ちていた。
箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ると、川上から流れてくる水は、はるか遠くのサレタンの隣町アダムで壁のように立った。そのため、アラバの海、すなわち潮の海に流れ込む水は全く断たれ、神はエリコに向かって渡ることができた。主の契約の箱を担いだ祭司たちが、ヨルダン川の真ん中の干上がった川床に立ち止まっているうちに、全イスラエルは干上がった川床を渡り、民はすべてヨルダン川を渡り終わった。神の言葉。
主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を老役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。イエスはこれらの言葉を語り終えるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。キリストに賛美。何回もイエス様の例え話、またその教えは許すということはなかなか理解できるけれども、実際に自分はすることができない場合もいろいろあります。特に難しい人に対していろいろ心に気づいている体験があったからこそ、その人を見るだけでその恨み、妬み、いろいろ悪い心また頭の中で出てきました。どうすればいいのでしょうか。もちろんこのクリストシアになることは完璧な人になる道だからこそ、私たちは 100% その完璧な人ではない、罪人で、私たちはまだこの世に来ています。でもこのイエス様の例え話によって私たちはこの他人に対してその許す、また優しくないと他の人、また神様からの良いことも許すこともできない。だからこそこの人生としてほどほどということはとても大切ではないでしょうか。起こるときはその行動することはしないように、その怒りがあればちょっと頭と心は外れてしまって悪い行動になります。だからこそこの心を燃やす時は、私たちは神様に戻って何をすればいいか、それは一番大切です。その私たち一人一人自分の体験もあったからこそ、神様の許しは毎日私たちは受けています。でも他人に対してその許せないということもいろいろあります。日本の場合は許せないという言葉はよくメディアでたくさんあります。許されるということはなかなか実際に社会の中でも少ないではないでしょうか。教会だからこそ私たちもこのイエス様の教えをただの聞くだけではなくて実行することがとても必要です。今日のミサで私たちの祈りは、その本当の許すというのは自分の心、また頭の中でも自分の体も癒されるということもあります。そういったことも私たちもこの本当の許すということは、この十字架上でイエス様の姿を見るときついけれども、そういう形で私たちも何もできないその人を癒されるということは、ただこの十字架を見ると私たちも癒されるように、特に今日のミサでいろんな人を頼んで、病気から回復のために時々その病気になったのは心の病気、そして体にやられているという状態もあります。その一方を合わせて私たちも一人一人の心の癒し、その許しがありますように、この御座を一緒に捧
捧げましょう。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主、神よ、あなたは万物の作り主、ここに備える不動詞はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主、父である神よ、あなたがお作りになったもののうちからここに捧げる清会の供え物を受け入れ、あなたの力によって救いをもたらす遺跡としてください。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に。心込めて神を仰ぎ、聖なる父、全の永遠の神、主キリストによって心からあなたを讃え感謝を捧げます。キリストの死を思うとき愛は深められ、かつの信仰は私たちを支え、主の来臨の約束は私たちを希望に満たします。あなたを讃えるすべての天使聖人と共に声を合わせて賛美の歌を捧げます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満ち、天の糸高きところに伏さぬ。とも敵かな死の名によりてきたるも、天の糸高きところに伏さんだ。まことに尊く、すべての聖聖の源である父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで殿に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、こうやって弟子に与えて仰せになりました。みんなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みんなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い、価値を称えよ、主が来られるまで。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナスパイダーマンヨとパウロサカエトシヒロ、すべての清い記者をはじめ全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟とすべての司教を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、聖ヨセフと子と、すべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通して、あなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共にキリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての生まれと栄光は、悠々に至るまで。アーメン。
天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪を許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、近代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエスクリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエスクリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。神の子羊、世の罪を除くため主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除くため主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除くため主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きましょう。
祈りますよ。信じる者の力でいる神よ、天のパンで強められた人々をいつもお守りください。あなたの恵みに生かされて、永遠の救いに預かる者となりますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。マリア様の取り付けによって、いろんな方頼まれて、その病気癒すために、回復ために祈ります。アビマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、具体内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。皆さん一人一人雨の中でこのミサに共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭を終わります。行きますよ。主の日はのうちに神に感謝。